ヤブタビラコラプサネストラムヒューミリパックイ、ケーブレマーは、キク科の小型の双本。湿った場所に生える。越年生の双本で全体に柔らかい。多数の葉を根室状に出して、ロゼット状となる。根室用は、外形としては、高頭皮信型で、長さは3.6から26センチメートルまでになり、右上に裂ける。開花期は5から7月で、家計は斜めに伸び、 あるいは倒れ込んで伸び、その長さは9から50センチメートルになる。過剰は緩い、つまり、個々の花の間が広い三謀状で、双方は長さ3.5から4.5ミ、mm、リメートルで、双方内辺は8枚ある。個々の頭花には18から20個の小花が含まれ、すべて絶上下、つまり花びら状をしている。その果敢は長さ点三ミリメートルで黄色。開花の後、 貨幣は曲がり、下を向く。貨幣は長さ6から37ミリメートル。痩せ川、長さ2から2.8ミ、mm、リメートルで先端には針はなくてくぼんでいる。日本では北海道から九州まで分布し、国外では朝鮮の地中島と中国から知られる。田んぼ道やヤブの影などに生える。近縁の高似たビラコは水田に多いのに比べてこう書いてあることから、 この書は水田そのものには出てこないことを示唆するものである。牧の現著でもこうにの方は他の表面に多いとし、本種は他の減りとしてあり、やはり本種は水田には出現しないとしているようだ。またこの書では、ソリンの木陰を生育地に挙げている。要するに湿ったところに生育し、しかし水田には出ず、その周辺から木の生えた場所まで生えているということである。 本種は従来はラプサナ族としていたが、現在ではラプサネストラムに変更された。族の和名もそのために後者をヤブタビラコ族としている。現在のラプサナ族のものは日本に自生種はなく、ただヨーロッパ原産のナタネタビラコエルコミューニツは、最近になって日本で期間の記録がある。他方、従来から同族とされていたコウニタビラコは、 本種と共に同族に移され、現在も本種と同族の種はこの種だけである。本種との違いは、双方の内辺が本種では8個であるのに対して5個で、あること、やせかの先に針状の突起があることなどであるが、それ以前に本種の方が全体にも一回り大きく、個々の頭花もまた一回り大きい。なお、本種を含む族を鬼たびら皇族にまとめる説もある。 以下、主として、佐竹ほか P 二 P234 佐竹ほか P 二 P234、北村ほか、P15、北村ほか、P14 牧野原町、P1146 から1147大橋、ほか P 二 P282 佐竹ほか P 二 P234 大橋ほか P 二 P282、ありがとうございます。